エルンストビルヘルム・リーベレクト・テンプル、エルンストビルヘルム・レベレヒト・テンペルは、ドイツ生まれの天文学者である。多くの彗星を発見し、星雲の観測に業績を上げた。ザックセンシューノで、ニーダー・カナーストーフに生まれた。1837年からマイセンで、銅版画の技術を学び、1840年から、数年間コペンハーゲン、ストックホルム、オスロなどを変歴した。 1858年、ベネツィアで結婚した。精密な同伴側の技術が評判になり、植物学者や他の科学分野の学者のために働いた。その後天文学に興味を持ち、望遠鏡を手に入れると、1859年に最初の水星を発見し、プレアデス星団の星雲を発見した。天文学の教育を受けていなかったため、ドイツでは、 天文学の職が得られなかったが、1860年からフランスのマルセイユ天文台で働いた。マルセイユ天文台で5個の小惑星と 55P、テンペルタトル彗星を含む12個の彗星を発見した。1870年に不仏戦争が勃発すると追放され、イタリアに戻った。1875年に南フィレンツェのアルチェトリ天文台で当時、 イタリア最大の望遠鏡を使って、星雲などの観測を行った。1889年に、アルチェトリで生涯を閉じた。テンペルは生涯で21個の水星の発見者、共同発見者となり、テンペルの発見した水星には、シシザ流星群の母天体となった 55P、テンペルタトル水星や、2005年の NASA の水星探査、計画、 ディープインパクトの探査目標となった 9P、テンペル第1彗星や周期彗星 10P、テンペル第2彗星、11P、テンペルスイフト LINER 彗星が含まれる。小惑星テンペルと月のクレータにテンペルの名前が命名された。ありがとうございます。